本日は、朝倉未来選手が大会総括、ブレイキングダウン11でガチの事件が起きてしまった件について見ていきます。前回、記念大会であるブレイキングダウン10が開催されたことで、カードとしては薄いと言われていましたが、ライジンファイターでもある下ス大成選手が KO 負けするなどハプニング。 朝倉未来選手もこの件について本人が卒業するっていうなら卒業でいいかと本来目指しているのは rizin だし MMA の選手なので来月の試合は rizin 的にどうなのかな今日の負けどうこうよりかも来月勝てればいいと思いますとアマチュアの大会といえども 系を負けたためやはり出場できない可能性があると発見また今回バンタム級トーナメントで伊原選手が次々とプロやダンチメン選手を倒して優勝しましたが朝倉未来選手は伊原良太郎選手は評価が上がりましたね一発の威力と当て感がすごいですね格闘技的に見たらまだまだプロの試合では勝てないと思うので立場が人を変えると思うので王子になったらこれから練習も頑張ってもらってプロ選手に勝てるような存在になってもらいたいですね 富澤選手がライジンに参戦した際に苦戦しましたがまだまだ伸ばすところはあるとしでも練習をしないからこその良さもある見づらさとか今のいい部分を生かしながら練習をしてもらいたい。今後チャンンピオンになると 狙われるんですよ。僕がアウトサイダーの王者になった時にも、プロの選手が絡んできたので、美味しい存在なんですよ。プロの選手からすると、イアラ選手はその標的になると思うので、そこで簡単にやれるような選手に留まらずに、プロを食っていくような選手になってほしい、と自身の経験を重ねて期待をしていました。富澤選手も試合後、これでちょっとはイアラとの勝負論が成り立つのかな。イアラが勝てるって予想する奴がいないと、また勝っても弱いものいじめだなんて、試合しても文句言われるだけだから、みなイアラに 期待してあげてくれ俺も毎回リスク背負って試合してるから勝ってまで文句言われるのは勘弁どうやっても負けないけれどと呟くように井原選手の評価をかなり上げる試合となりましたまた朝倉未来選手は富澤選手との試合については富澤君の結果がどれぐらいなのかわからないので次の十二に間に合うかどうかただバンタム級の強い選手が多かったのでもしいなかったら先にそれと戦ってもいいかなと浦津選手とかヨーディとかその辺がかなり強いのでその辺と組んでもいいのかなと思いますね すでに朝倉海選手の推薦選手も秒殺で葬った村田選手との対戦を示唆実際村田選手も勝ったぞこら俺が最強でいいよなベルトを取るやつ待っとるよぶっ飛ばしてやるから有形人口の男それが最強喧嘩し村田と同行しているように次の試合に向けて準備万端のようでしたまた今までヨーロッパ対抗戦やアウトサイダー対抗戦などさまざまなグループ同士との戦いを繰り広げてきましたが朝倉未来選手は喧嘩自慢対抗戦と地下格闘技レジェンドとの 対抗戦が一番盛り上がった。対抗戦で仲間意識が生まれるのと、対抗戦だと同じ応援団が多いので、声援がすごく盛り上がりましたね。バンタム級トーナメントに関しては、一番意外な選手が優勝して、これがブレイキングダウンの面白さだなとか思いました。面白さだなと思いました。と振り返り、ベストバウトには、ヒロとテルが一番盛り上がったんじゃないかなと思いましたね。 と称賛の声を送っておりまししたたテレス選手は試合後乾杯でヒロさんと試合ができたこと自分の人生の中で大事な経験になりました初めてダウンもしましたあんな重たいパンチ初めてです絶対に強くなって帰ってこれるように頑張りますヒロさん戦ってくださり本当にありがとうございました強くなりたいと湿なコメントを残しておりましたがまだまだ大会には出続けるのではないでしょうかそして今後のブレイキングダウンの運営方針についても話が及び今後の対抗戦について考えているものはあります 例えば、ひな壇同士の対抗戦とか、あとは、レジェンドが強かったので、やっぱり地下格で何戦もしている選手は、花がすごくて、アウトサイダー出身の選手たちと戦っても面白いかなと思って、他にも色々な企画を考えているので、試合数が多くなってしまうので、どれくらいできるかわからないですけれど、対抗戦は今後も続けていきたいと思います。と、敬之助選手らの参戦もあり得るとし、次回ブレイキングダウン12に関しては、3つくらい、 企画を考えていますただ企画をやりすぎるとオーディションで選べる試合の数が少なくなってしまうので一気に出せないんですよ次の中にはオーディションをわざわざやらなくてもかなり面白いカード来人みたいに記者会見だけでもいいくらいもっと面白い試合の想定があってだからどこまで企画を出すかまだですけれど何個かはありますとブレイキングダウンといえば乱闘のオーディションですが次回はそれをする必要がないくらい面白いカードを組むと約束ただ反省もあったようで試合前の幻想はすごかったんですけれど とのののの選手はあまり強くないのかないかっっててててブレイキングダウングウ中でで戦出てきてもらってると思うのでやっぱり打役となるとどうなのかな朝青龍に出てきてほしいですね。絶対に強そうな身体能力めちゃくちゃ高い系の本物の相撲取りが出てきてもらえたら面白いことになるんじゃないかな朝青龍とか千代の富士山とかそっち系の相撲取りで結果を残してる選手がめちゃめちゃ強いと思うのでとより相撲の選手を参戦させる際には今後選手を選びたいとし無効試合となったファンバース さきとバースレオ、負傷決着で不完全燃焼となった爆音なちバースホールについては早急に再戦を組みたいと今回ノーコンテストになった試合が多かったですが次回に繋げていきたいとしていました。レオ選手も試合後溝口さんから注意されるのも MMA だったら俺の勝ちってミクル君もマイクで言ってたのを聞いたか 俺は試合中に反則なんてしてへんし、体重も格闘技経験も上のお前と正面から、戦ってお前は失神したんやからな。負けを素直に認めろや、とコメント。サキと選手も、記憶少しずつ戻ってきた。卑怯者には負けない。絶対マルスから、あのクソガキ。ただ終われないらしい、と口を誓っておりましたが、次の苦戦回収となるんでしょうか。次にブレイキングダウン運営の裏で事件が起きるだけについてですが、第11試合では、ライジンファイターでもある、江畑選手が松井選手と激突。 試合は延長までもつれ込み、最後ジャッジ全員が江端選手を指示、判定勝ちを抑えました。江端選手は試合後、かっこ悪い試合をしました。やっぱり練習必要ですね。舐めてました。応援ありがとうございました。と投稿した後に、改めて、めちゃめちゃ恥ずかしい試合したのは認める。まあ、それが今の実力。自分の立ち位置が分かったから、ここからまたやるだけと呟いているように、自分自身でも実力に納得できてないようでした。それは松井選手も同じようで、負けたことに納得できず、リングを後に、そしてそ この直後、ファンが江端陣営を襲撃するハプニングが発生。ブレイキングダウン上のスタッフにも止められる事態となりましたが、朝倉海選手も必要。なんとか会場から退出させていました。これには江端選手が何にも怖く、もう何ともないで、試合終わってからごちゃごちゃ凶悪とか暴行しかできへんかったら、もう一回、 刑務所かかかららややりししててていいいいい俺は喧嘩なななんかしやんででででももも来来るないついなと呟かれていた後にぼ待っています僕は喧嘩自慢でも不良でもないです。試合は試合、工業は工業です。何かされたらちゃんとした措置を取るのでご自由に、と怒りの投稿。ただこの投稿した後も、怒りは収まることがなく、改めて許さない。ほんまに許せない。周りに迷惑かけたのが本当に申し訳ない。またずっと首が痛い。不一とはいえ、落ちかけたし、改めて不一は怖いなと思った。 東京で脳外科やで緊急やってるところ教えてくださいアフターパーティーはお預けか楽しみにしてたのにブレイキングダウン運営と工業もあるので被害届を出すつもりはまだありませんでも病院でちゃんと検査しますしその法的措置はちゃんととりますでも反省の色も見えずまだ凶悪と障害を試みるようでしたら迷わず被害届出します何より僕の周りに迷惑をかけたことが許せません とと周囲にままで攻撃が及んだことを明かししておりました以上、今回はブレイキングダウン11で起きた事件などをまとめてみました。ぜひ今回取り上げた選手の発言に対しての皆様の感想もコメント欄で教えてください。次の動画でも朝倉未来選手の注目発言についてお伝えする予定ですので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。なお、今回の試合、アブナヤ公式ブレイキングダウンサイトにて見逃し配信視聴が可能です。会員登録すると1000円も安く視聴できるようですので、非常にご興味ある方は概要欄、 の公式ホームページから登録を購入してみてください以上今回も動画をご視聴いただきありがとうございました